司法書士試験合格なら、リアリスティック一発合格、松本基礎講座。司法書士試験の講師の松本と申します。リアリスティックチャンネル、今回のテーマは、記述はどう採点される、別解はあるのか。これについてお話をしていきたいと思います。令和5年度司法書士試験受験された方、本当にお疲れ様でした。 司法庁試験からまだ数日しか経ってないんですけれども、おそらく多くの方が気になっていらっしゃるのか、記述はどう採点されるのか、そして講師とかが言っている別解、これはあるのか、気になっている方は結構いらっしゃると思います。まあ、そこら辺の話を中心にしていきたいと思います。 あらかじめご了承いただきたいんですけれども、この動画は編集が入っておりません。いつもの私の動画は編集が入っておりますので、下にテロップが流れたりとか、画面の切り替わりがあったりとか、いろいろあるんですけれども、この動画はできる限り早く皆さんにお伝えしたいので、編集が入っていないという点だけご了承いただければと思います。また来週の動画から編集が入った動画、それを上げることができるかなと思います。 はい。ではですね、この動画でどんな話をしていくかなんですけれども、えこちらの3つになります。まず、1つ目、枠ずれの採点方法。2つ目、別解があるのか。3つ目、 基準点突破の目安。この3つの話をしていきたいと思います。前提として、皆さん回答の方はですね、把握されているでしょうか、まあ、おそらく予備校の回答例見た方が多いと思うんですけれども、それを見ていない、あるいはですね、もう一度見たいという方は、これ概要欄に私が講義をしている、辰巳法律研究所の記述の回答例、これが載っております。予備校が作成したものなので、絶対にこれが正解というわけではないんですけれども、まあ、ほとんどの予備校は大体同じになっておりますので、まあ、これが基本的な回答例、 ななんだだととといいいいうことでで確認したた方はすすね概要欄からご覧いただければと思いますそして、問題冊子、これできればご用意ください。できる限り読み上げていきたいと思うんですけれども、先ほど申し上げた通り、編集入りません。ここら辺に問題文表示されたりしないので、できる限りですね、午後の問題冊子、これを用意して聞いていただければなと思います。 はい。では、まず、一つ目の話から行きましょう。一つ目は、枠ずれの採点方法。こちらについてご説明をしていきたいと思います。枠ずれということなので、不動産登記の技術の話になります。で、今回は、第一欄から第四欄までがありまして、第一欄と第三欄で申請書を書く。まあ、第四欄のですね、最後でも、申請書の一部は書きましたけれども、申請書をメインで書くのは、第一欄と第三欄ということになります。この第一欄と第三欄、枠ずれしている方、結構いらっしゃると思います。 で、枠ずれ。 で、実はですね、点数が入ることもあるんです。もう枠ずれしたらすべて0点になるとかではなくて、まあそういう年度もわずかにあるんですけれども、基本的にはそうではなくて、点数が入るということがあるんですね。ただどんな枠ずれでも点数が入るわけではないので、今回の問題だとどうなるとか、その話をしていきます。で、なんで私がこんな話できるかと言いますと、私、十数年間ですね、開示請求等の分析というのをしているんです。え基準点を突破した受験生の方と、合格者の方に協力を をしていただいて、採点前の答案になるんですけれども、ご自身が書いた答案、開示請求することができます。それを開示請求していただいて、その答案と、あとですね、え成績通知、これをですね、提出していただいて、毎年150から200通ぐらいえ分析しているんですね。なので、推測にはなるんですけれども、結構採点基準まで近いところまでたどり着けてるんじゃないかなと思います、まあ。そういった私の見解、それをお話ししていくということになります。 はい。では、まず第1弾、こちらからお話ししていきたいと思います。で、予備校の回答例はこうなっております。まあ、タもそうですし、他の予備校さんもほとんど同じかなと思うんですけれども、まず第1弾の括弧1はえ、譲渡担保契約解除、これを原因として2番所有権の抹消登記をするで。そして括弧2が1番所有権登記名義人の住所変更登記、いわゆる名変登記をする。そしてカッコ3、これが売買を原因とする所有権の移転の登記。そして3、が登記。 カッコ4。これが登記不要。まあ、こういう回答例になっております。で、今回の問題、これ第1弾、高土値について聞いているんですけれども、まあ、どんなですね、法律関係だったか、ちょっと確認しておきましょうか。はい。ではですね、問題冊子用意していただいた方は、問題冊子出してほしいんですけど、まずはですね、登記記録からご覧ください。問題冊子のページで言うと、43ページですね。まあ、すごいシンプルな登記記録になりますけれども、まずですね、順1番ね、 はい。S の所有権の登記がされていて、そして順位2番で T に所有権移転の登記がされている。この登記原因が譲渡担保。この T への所有権移転登記の登記原因が譲渡担保というのが今回のポイントになります。まあ、つまり、S が T からお金を借りて、そしてですね、この不動産を担保に出したということなんですね。まあ、その旨がですね、事実関係に書いております。問題冊子のページで言いますと、36ページということですね。36ページご覧 ください まあ、今の話がですね、36ページの下の方の事実関係1に書いているということですね。で、ここまでは登記されている話なんですけれども、ここからがですね、皆さんに判断して、えそしてですね、登記申請してくださいという問題なんですけれども、はい。では、同じページ、36ページの下の方の事実関係の2番、ご覧いただきたいんですけれども、この上渡担保の契約が解除されております。S と T の間で上担保契約の解除がされているということなんですね。でそして、事実関係の3番なんですけれども、 これれ S 全所有権登記名義人ですけれどもこの住所が登記上の住所。登記上の住所が千代田区だったんですけれども、東京の台東区に移転していると、住所変更があったということですね。で、そしてですね、まあ、S について青年後見人が選任されているとか、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ、今回の動画の主たるですね、論点ではありませんので、この青年後見とかについてはちょっと省略していきたいと思います。はい、そしてですね、この不動産 S, S がですね、まあ、A に売却したという話、まあ、それがですね、36ページの上の方ですね一番上の方に書いているということになりますで、回答例として、えー、これどういうものにしているかというとさっき申し上げた通り上等担保契約解除を原因として消費権の抹消を登記してそして住所変更と名変登記をしてでそしてですね、売買原因とする消費権転登記なんですけれどもまあなんでこうなっているかと言いますと、まあ、皆さん気になると思うんですけどなんで名変が1件目じゃないのかということなんですけれども これ名名がが生じているのの全所有権登記名義人の S なんで、すねで今の名義人じゃない人、この名変登記できません。なんでかっていうと、登記の対象となるのは、今、効力を有する登記だけなんですね。なので、名変したいんですけれども、いきなりはできない。で、そこでですね、抹消登記をして、その後名変登記をする。で、この名変登記は、その後の3件目の売買券とする所有権移転登記の前提として必要なので、まあ、2件目に申請していくということになります。 で、え、投機研究があるんですけれども、投機研究の342号の77ページに、上等担保契約の解除がされた場合は、抹消投機することができる。そういう投機研究があるんですね。なので、上担保契約解除を原因として抹消投機をしてで、そしてですね、名変投機をして、売買原因とする所有権連投期するというのを一応回答例にしているということです。ただ、これ以外も回答例があるんじゃないか、そういう問題があるんですけど、それはですね、2番目の話として、 指定していきますということでとりあえずですねこの回答例これ通りということでまずですねお話をしていきたいと思いますまあ、別解があるのかという話はですね後でしていくということでよろしくお願いしますはいではですねこの回答例を基準に枠ずれですねまあ、この話をしていきたいんですけれどもまあ、いろんな枠ずれが考えられると思うんですけれども私が今の時点で聞いている枠ずれで多くの方がですねしている枠ずれそれについてコメントしていきたいと思いますで誰かが聞いているかと言いますと 私のクラスの受講生の方ですね。まあ、今年度向けの講座受けた方だけじゃなくてですね、前年度以前の私のですね、リアリスティック一発合格松本基礎講座。これをですね、受講された方に、出来どうでしたかということで、メールで報告いただいてるんですね。で、すべての方ではないんですけれども、記述の出来を報告していただいた方もいらっしゃいます。で、そういった方からの情報ということになります。で、メールの方はもうですね、150件ぐらいいただいておりまして、すべての方が記述のですね、これから 回答、ざっくりとした回答を書いていただいているわけではないので、150のですね、記述の回答を見たわけではないんですけれども、もう何十個も見ておりますので、まあ、そういったですね、情報からお話ししていくということだと思ってください。はい。ではですね、まず一番多かった枠ずれなんですけれども、1件目にですね、住所変更登記をしてしまって、で2件目に所有権抹消記、で3件目はですね、回答例通り、売買原因とする所有権転倒機、この枠ずれですね。で、この枠ずれなんですけれども、1件目ので ですね、住所変更登記、まずこれは0点になります。なぜかと言いますと、先ほど申し上げたとおり、この住所変更登記できないんですね。 S, S の住所変更、確かに生じているんですけれども、これ抹消登記しないと S はですね、現在効力有する登記の登記名義人ではありませんので、いきなり名変登記はできません。なので、これは0点ということになります。で、しかしですね、2件目の譲渡担保契約解除、これを原因とする所有権の抹消の登記ですね。この所有権の抹消の登記、これはですね、点が入ると思います。なぜかと言いますと、これはですね、却下されないんですね。 名変投機は却下されるんですけれども、この投機については却下されませんので、これは点が入るかなというところです。で、ただですね、3件目の売買原因とする所有権移転投機、これは残念ながら0点になると思います。これ、カッコ3だけ見ると合ってるんですけれども、しかし名変投機されてませんよね。先ほど申し上げた通り、1件目で名変投機してしまうと、それ却下になりますので、その名変投機がされていないという扱いになってしまうので、これ、カッコ3枠が合っていたとしても、残念ながらですね、これは0点になってしまいます。 しまうかなというところですはい。ではですね、次、二つ目のですね、枠ずれのパターンなんですけれども、二つ目がですね、さっきのかっこ1からカッコ3、これは合っているんですけれども、四件目にですね、相続を原因とする所有権の移転の登記をしてしまうというですね、枠ずれですね。で、これ、A ですね。 A というのは、売買権とする所有権移転登記の登記権利者。つまり、登記名義になるものなんですけれども、これがですね、この後死亡しているんですね。この申請の後ということなんですけど、後で死亡しております。なので、この最初の申請では申請できません。で、2回目の申請で申請する。まただですね、その登記は回答としては聞いてないんですけれども、2回目の申請で司法処置が申請しているということになります。で、それに気づかずに、1回目の申請で申請するんだと思ってしまう。つまり、年額を そうですね。きちんと見ていなかったということですね。でそういった方は、このカッコ4に相続を原因とする所有権点同居してしまってます。で、この場合、どういう採点になるかと言いますと、私の推測は、カッコ1からカッコ3については普通に点が入って、で、カッコ4ですね、これが0点になるだけ。つまり、そんなにですね、大きな減点はされないということになります。これは傷は結構浅いかなというところですね。さっきの枠ずれの1パターン目よりはですね、こちらのパターンの方がダメージは少ない。そのように考えます。 いただこれがですね、主要な枠連れのパターンかなというところです。ちなみにもう一個あるだろうと思うかもしれません。まあ、それがですね、後で説明する別解という話なんですけれど、それはですね、後で二つ目の話としてしていきますので、ここではですね、お話はしないでいきたいと思います。 はい。では次。次はですね、第3弾の枠連れの話いきたいと思います。で、まず前提としてですね、第3弾の予備校のですね、回答例なんですけれども、まずですね、1件目が、連帯債務者 A の相続、これを原因とする一番低等権の変更の登記。まずですね、債務者の相続登記をして、そして面積的債務休憩がされておりますので、連帯債務者 C での面積的債務休憩、これを原因とする一番低等権の変更登記。これが2件目です、ね。 で、3件目がですね、及ぼす変更のと。 で、4件目がですね、順位変更の登記。これがですね、予備校の一般的な回答例になっていると思います。まあ、4件目の順位変更については別解があるんじゃないか、そういう問題がありますけれども、それは後でご説明していきますので、とりあえずこれを回答例としてお話をしていきたいと思います。はい。ではですね、どんな枠ずれ、これが多いかと言いますと、まずですね、1件目ですね。1件目で B のみを債務者とする一番点登記の変更の登記をしてします out. Wow. あの、回答例は先ほど申し上げた通り、まず BC って、これをですね、連帯債務者にする一番デート権の変更投機をしてから、その後ですね、面積的債務休憩、これをですね、原因として、債務者をですね、B のみにしていくんですけれども、そのですね、2件を1件でしてしまったと。そういうですね、回答ということになります。で、その後の投機は合っているということです。なので、この場合は2件目に及ぼす変更の投機をして、3件目に順位変更の投機をしてしまうということですね。 で、このですね、枠ゼりに関してはえ、1件目、これはですね、0点になります。え残念ながら、2件ですべきところ、1件でしてしまった場合は、これは0点ということになります。まあ、実態に即してないですしねえ。これは残念ながら間違いということです。で、ただ、カッコ2の応募せん行、カッ3の順位変更、これ書いてしまった部分ですけれども、これは普通に採点がされると思います。なので、傷としては、ものすごい大きくはない。まあ、もちろんですね、カッコ1、 で、かっこ2。この債務者の相続関係のですね。登記これについては0点になってしまうんです。けれども、かっこ3と書くよに書くべきであったものについてはこれ点が入るということになりますので、まあ減点大きくないわけじゃないですけれども、致命的まではいかないかなというところになります。まあ、最後の話していきますけれども、この枠ずれだけだったら合格する可能性は十分あるかなというところになります。 はいえ。ではですね、次、枠ずれのですね、二パターン目。これをですね、ご説明していきたいと思います。で、枠ずれのですね、二パターン目は、まず1件目として、BCD を連帯債務者とする一番デー件権の変更を同をする、まあ。つまりこれは合ってるということですね。で、2件目で面積で債務引き受け、この同期をしないで、2件目でおぼせ変更の同期、3件目で、これ、順位変更の同期をしてしまうえ。つまりですね、回答例の の2件目のの面積債債務務をして、えー、連帯債務者 b のみととすると、えー、そういうですね、登記をしていないということですね。過去2の登記のみしていないという枠図になりますけれども、えー、これに関しては、まあ、もちろんですね、括弧2の分は点が入らないんですけれども、まあその面積債務休憩、えー、これを原因とする登記については、まあ、もちろんその分は点入らないんですけれども、それ以外は点が入ると考えられます。括弧1はもちろんですけれども、まあ、およぼ先行の登記と順位変更の変更の 陶器これをですね、カッコ2カッコ3に書いてしまうということになりますけれども、これも点が入るということです。なので、ダメージとしてはあまり大きくないと。さっきのパターン1よりもダメージは少ないと。カッコ2のですね、これ、投機。これが0点になるだけですので、ダメージとしてはそんな大きくないかなと。これだけだったら全然合格できると。そういうですね、動案になっているかと思います。 はい、えー。ではですね、次パターンさん行きましょう。これも結構いらっしゃるんですけれども、1件目、あるいは1件目と2件目に所有権の登記を書いてしまう。そういう枠ずれですね。で、これ。 あの、申請はするんです。司法書士は申請しております。高土地の所有権の登記と、大土地の所有権の登記これも申請しているんですけれども、しかし回答としては聞いていないんですね。はい、問題冊子お持ちでしたら、問題冊子出していただきたいんですけれども、問題冊子の38ページになります。 で38ページの問い算、ここをご覧いただきたいんですけれども、これ、第3弾で聞いているのは、おつとちについての所有権以外の権利の動機、これだけなんですね。 まあ、わざわざ太字にしてくれてます。ただですね、一回見てても、それ回答書くときに忘れてしまう、そういった方がいらっしゃると思います。なので、こういうことが起きるので、こういうですね、指示があったら、答案用紙にですね、例えば第三弾のところに、まあ、オツとちのおつと書いとくとか、で、所有権以外ってことなんで、所有権の書って書いて二重線に消しとくとか、まあ、そういうですね、解き方をしていただきたいんですね。私がですね、出している、リアリスティック不動産東京給水式、まあ、こういった本にはですね、そういう解き方が書いております。 そういった処理をしていただいた方はですね、おそらくですね、こういったミスはしてないと思うんですけれども、そういう処理をしていないという方はですね、一定数所有権の登記を回答として書いてしまった。そういう方がいらっしゃると思います。はい。で、そして、え括弧2からカッコ4、あるいはえ括弧3、カッ4ということになりますけれども、ここにですね、さっきのですね、カッ1からカッ4の回答例通りの登記それを書いたと。ただですね、4件書くことができないので、ここからですね、2件書いていくとかいうことになると思います。はい。では、 この場合のですね、枠ずれどうなるかなんですけれども、カッ1と、あと一ネタカッ1、カッ2ですね。つまり所有権の登記所有権の登記についてはもちろん0点ということになります。それは聞いておりませんので、残念ながらそれはですね、0点ということです。ただ括弧2からカッ4、あるいは括弧3と括弧4、4。ここに書いたですね、回答例の括弧1からカッ4の一部の投機。回答例通りですね、カッ1からカッ4の登記その2つあるいは3つを書くということになると思いますけれども、 それに関しては点が入ると思われます。なぜかというと、却下されないんですね。まあ、所有権の登記まあ、これはですね、もちろん、回答として聞いてないので0点になるんですけれども、まあ、括弧1から括弧4の、回答例の括弧1から括弧4の登記の一部を書いて、まあ、それが別に却下されるわけではないですよね。所有権の登記は実際に申請するわけなので。なので、これ、回答例の一部を書いたということで、カッ2からカッ4、カッ3、4、皆さんはそこに回答例書いてらっしゃると思うんですけど、それに関してはですね、書いてる部分 については点が入るかなのでダメージはまあまあ大きいですけれども、まあ、これだけで不合格になるということはないかなというところになります。 はい。えー、枠釣りに関しては以上ということになりますね。はい。それではですね、次、二つ目の話いきたいと思います。二つ目は、別解があるのか、この話をしていきます。で、別解って何だよと思ったかもしれないんですけれども、これ、本試験当日、まあ私もですね、受験しております。あ、もちろんですね、マークシートはですね、すべて白紙で出しているので、えー、合格者が一つ席が減るとか、そういうことはないようにですね、回答はこれ出してるというかですね、全部、まあマークシート、これですね、空欄にしている んですけれども私もですね、試験を受けております。で、試験を受けてる時に、これ不動産投機の記述を解いてる時に、え、これが回答でいいのかと、他に、え、これ別回あるんじゃないのかなと思いました。で、最終的にはですね、この予備校が発表している回答例通りにしたんですけれども、これも回答としてありなんじゃないかと思ったのがあるんですね。まあ、それについてお話をしていきたいと思います。で、不動産投機の記述の第1弾と第3弾になるんですけれども、まずは第1弾から行きましょう。で、第1弾 予備エビコンの回答例は先ほど申し上げた通り、所有権抹消の登記、名変登記、売買権とする所有権連動記なんですけれども、この抹消の登記と名変の登記これをするんじゃなくて、譲渡担保契約の解除を原因として、 で、これ t から s に所有権の移転の登記をする。これもありえなくはないんじゃないか。そう思ったんですね。で、なぜかと言いますと、先ほど申し上げた登記研究なんですけれども、登記研究の342の77ページですね。で、ここでこのように述べております。まあ、投研究ちょっと読み上げていきたいと思います。はい、読んでいきますね。譲渡担保契約を解除したことに伴い、所有権の登記名義を譲渡担保権設定者名義とするには、 まあ、まさに今回の事案ですねえ。所有権移転の方法によっても、譲渡担保権者名義の登記を抹消する方法によっても差し支えないと言ってるんですね。つまり、所有権移転の登記、これもできるということなんですで。そしてですね、法務省が発表している登記記録例というのがあるんですけれども、これ平成28年に、えこの登記記録例、新しいものが出たんですけれども、えそのですね、234番というところに、譲渡担保契約の の解除による担保物の変換そういう登記記録例がありますえそこにはですね、どういう登記記録になっているかというと譲渡担保契約解除を原因として所有権移転登記をしているんですね登記記録例については所有権移転登記になっているんですあもちろん抹消登記も OK になります登記記録例というのはあくまで例になりますので抹消登記はできないわけではないんですけれども法務省が発表している登記記録例は実は所有権の移転の登記になっているということなんです えつまり、申請しようと思ったら、所有権移転登記もできるんですね。ではえ、どっちをするべきかということなんですけれども、まあ、試験問題というのはですね、問題文のですね、注意実行、これに従うことになります。で今回の問題、はいえー、37ページの事実関係に関する補足、そのですね、3の、はいえー、これ、カッコ3、これをご覧ください。 まあ37ページの下の方にあるカッコさんというところをご覧いただきたいんですけれども、まあ、毎年あるですね、注意事項になるんですけど、読み上げていきますね。申請件数及び登録免許税の額が最も少なくなるように登記を申請するとあるんですねで。これが非常に困ってしまいまして、申請件数を少なくするということになりますと、実はですね、回答としては、これ移転登記をするということになるんです。なんでかっていうと、移転登記すれば名変登記、S の名変 登記しなくくてよくなるんですなんでかっていうと、これ S に関して確かに住所変更、名変生じてるんですけれども、住所変更後、名変後の住所で、えー、これ、所有権移転登期できますよね。登記権利者というのは、これ、名変生じた後の名義で登記できるというか、それでしないといけないということになります。なんでかっていうと、申請日時点の住所、これは変更後のものなんで、S に関しては、所有権移転登期するんだったら、住所変更後の住所を書くということになります。えつまり、さっきの 抹消名変を一件で、えー、これ一件で遺伝登記できる。 これ S について S に対して所有権移転登記をできるということになります。で、そして2件目が、さっき3件目だった売買減とする所有権移転登記ということになるんです。で、しかし、登録免許税が高くなります。所有権移転登記ということになりますので、登録免許税の税率が1000分の20ということですね。で、計算するとですね、私の計算間違ってなかったら、15万2500円になると。これ抹消と名変だったら、登録免許税2000円でいいところがですね、なんと15万2500円になるんですね。

はい。ということで、はい。登録免許税を最小にだったら、さっきの回答例の、えー、抹消してから名変になるんです。で、ちなみに実務だったらどっちにするかっていうと、まあ、実務家の方は皆さんほとんど全員がですね、これ抹消してから名変になると思います。なんでかっていうと、お客さんが登録免許税支払います。で、お客さんが支払う金額が15万ちょっとと2000円だったら、当然ですね、2000円の方を選択するということになります。で、えー、これ問題文もですね、えー、これ抹消してから から名変。どう考えてもそれを想定してるかなと思います。それがどこでわかるかと言いますと、問題差しの36ページですね。で、36ページのですね、一番上の段落、まあそのですね、真ん中よりちょっと後ぐらいですかね。まあ、そこ見ていただきたいんですけれども、これ、登記識別情報 S がですね、失念しているんですねで。S に関して本人確認情報を作成しております。で、これ、いつ必要になるかっていう。 え、三件目。まあ、回答例の三件目ですね。えー、三件目の売買源とする所有権転倒期になります。えー、これ S が登記義務者ということになりますので、S の登記識別情報を提供するんですけれども、まあ、それが提供できないので、これ本人確認情報を作成しているということなんですね。で、これもし、えー、これ真正名変じゃなくて移転登記にしてしまうと、この登記識別情報の必念という情報がいらなくなって、本人確認情報の作成もいらなくなるんですね。え、なんでかっていうと、S に所有権転倒期する。 S, S に新しい登記情報を追加されますよ、ね、それをバイバーを原因とする省権に転倒機で提供すればいいということなので、この本人確認情報の作成とか、全く意味のない記載となります。まあ、それがありえないわけではないんですけれども、まあ、試験問題作った人はどう考えてもですね、まあ、証明編で作っているかなというところです。ただ、先ほど申し上げた注意事項、それを見ると、申請件数を中止したら、これ、移転になりますし、で、登録免許 調税を中止したら真っ正面編になるということなんですね。で、どっちが回答なんだということで、一応理論上は両方ありうるということになるんですね。まあ、もちろんほとんどの方が真っ正面編で書いたと思うんですけれども、私のところに来ている報告でも、えー、移転で書いたという方もいるんですね。で、これをバツにできるかって言うとできないんじゃないかなと私は考えているということになります。じゃ、どのように採点されるか、これはですね。この2番の今お話ししている2番の最後のところでお渡しをしていきたいと思います。うん はい。ではですね、もう一つ別解があり得るんじゃないかというのがですね、第3弾の括弧4なんですけれども、先ほど回答例はですね、順位変更にしたんですけれども、これ、実はですね、順位放棄の登記もあり得るんじゃないかというところです。2番定投券の3番値定投券への順位放棄の登記ですね。で、なぜかと言いますと、はい、問題冊子見ていただきたいんですけど、問題冊子の事実関係の最後ですね、37ページになります。37ページの 事実関係の9番をご覧くださいここに何と書いてるかと言いますと、Y と Z。Y がですね、2番定統権者。Z が3番値定統権者になりますで。Y と Z は必要な同意または承諾を得た上で、おととちの Y の2番定統権と Z の3番値定統権の順位を同順位とする契約を締結した。順位を同順位とする契約を締結したんですね。で、これ方法として2つありまして、回答例通りの順位変更の登記をする。で、あともう1個ですね、あるのがですね、順位放棄です。 ですね。順位表記もですね、同順位になりますね。まあ、正確に言うとですね、配当を配当されるときに同順位と扱われるということですけれども、まあ、同順位と言えるかなというところになります。で、予備校の回答例は順位変更なんですけれども、順位放棄がダメかっていうと、そうではないかと思います。で 中意個、まあさっきのですね、はい、同じページの事実関係に関する補足、3番の括弧三3なんですけれども、登録免許税を最小にというのがありますね。登録免許税、実はですね、順位放棄の方が安いということになるんです。順位放棄だと、権利の数 ×1000 円ということで、まあ回答例にある通り2000円なんですけれども、順位放棄って登録免許税1000円ですよね。 そっちの方が安いということになるんですで。申請件数はどちらも一件で変わらない。つまり注意事項に従ったら順位放棄の方が正解なんじゃないかとも言えるわけです。でしかしですね、えー、問題作った人はおそらくですね、順位変更で作ってると思いますで。なぜかと言いますと、はい、問題冊子の42ページご覧ください。えー、添付情報の一覧ですね。 で、そこを見ていただきたいんですけれども、はい、そこのですね、添付情報の候補をご覧ください。で、かになりますか。かに何と書いてるかっていうと、順位変更契約書。で、過去、事実関係9に基づき関係当事者が作成記名を応援したものと書いております。えつまりですね、関係当事者が順位変更契約書を作成しているということなんですね。まあ、そう考えると、問題作った人はどう考えても順位変更で作っていると。で、しかしですね、この添付情報一覧に 絶対縛られないといけないのかと、そういうですね、問題があります。順位放棄でも登記はできる。これは実現できるわけなんですね。えしかもですね、これ注意事項にはそっちの方がですね、従っているということになります。なので、これも別解としてあり得るんじゃないか。順位放棄を罰にできないんじゃないか。そういう問題があるんですねえ。ではですね、皆さん気になるのが、どう採点されるんだと。こういう問題ですよね。もちろん私は採点する人ではないので、私が決められるわけではないんですけれども、まあ、個人的に 予想としてはこうなるかなと思います。間違ったら申し訳ないんですけれども、まずですね、えー、これ法務省側はおそらく何も発表しないと思います。えー、特に、えー、これ別会があるとか発表しなくて、で、出題の趣旨、給付の出題の趣旨というのが、これ引き試験の合格発表の時に発表されるんですけれども、そこはですね、回答がわからないような形で出すかなと思います。そしてその上で、えー、これどちらも減点しない、えー、先ほどのですね、 これ、末えー、名変をですね、遺伝統棄にしてしまう。で順位変更を、えー、順位放棄にしてしまう。えー、どちらもですね、減点しなくて。 で、両方としても、両方とも回答としてあり得ると、そういう採点にしてくるんじゃないかなと思います。で、なんでこんなこと言ってるかと言いますと、実はですね、似たような話が平成27年の商業登記の記述でありまして、で、それ、募集株式の発行が出題されたんですけれども、まあ、おそらく問題作った人はですね、募集株式の発行の登記できるという形で作ったと思うんですけれども、問題をよく見ると、一部の要件がこれ書いてなくて、要件満たしてないように、これ読めたんですね。なので 株式のの発行の登記で、きないとも読めましたで、えー、これ採点どうしていたかというと、まあこれもあくまで推測なんですけどね、開示請求等案とかを見た推測なんですけれども、どちらでも減点してないと私は推測しております。で、実は開示請求等案だけじゃなくて、他にもですね、根拠があるんです。あるところから私が得た情報で、どちらもですね、採点している、そういった情報が入ってきたんですね。で、ただこれはですね、何か根拠かは申し訳ないんですけれども、申し上げられません。ちょっとそこは リクレットにさせてていいいたただきたいんですけれどもも両方とと採点しているとえそういうですね、これ年度もあったと。まあ一応推測という形にしていただきますけれども、結構高い確率でそういう年度もあったということです。で、今年が同じになるかはわかりませんえ。もしかしたら予備校の回答例通りしか採点しないかもしれませんし、あと法務省が途中で発表するとかいう可能性ももちろんあるんですけれども、個人的な予測としましては、法務省は特にですね、え回答については明らかにしないで、そして採点上ですね、どちらも もうですね。減点しないという形の裁定になるんじゃないかなというのが私の今の見立てということです。ま全然間違ってたら申し訳ないんですけれどもまそれが今の私の見解ということですね。 はい。では、最後、三つ目の話行きましょう。三つ目が、基準点突破の目安え。こちらになります。で、えー、あくまでですね、目安ということになります。もちろん皆さんですね、えー、卓一の出来も違います、まあ。なのでですね、はい、これはあくまで、記述の基準点突破の目安ということになります。まあ、合格の目安はまた変わってきますけれども、記述の基準点突破の目安、これをですね、申し上げていきたいと思います。で、まず、不動産登記の記述に関しては、えー、枠ずれはですね、一つ、これは問題ありま ます で、一応ですね、結構減点が大きいですね。えー、例えば、えー、これ第一欄で、えー、1件目に住所変更記をしてしまって、2件目に処理権抹消で、それだとですね、3件目の売買あってともですね、えー、これ1件目のですね、名変と3件目の売買、えー、これが減点されてしまう、えー。2件目のですね、処理権抹消しか点、ね、入らないということなんですけれども、えー、これも一応ギリギリ OK とします。ここら辺までは OK と。で、1件の枠ずれだったら、まあ、おそらくですね、基準点は超えられるか なと思いいいますす結構こういう枠ずれしてる人多いんですねただ、二件の枠ずれだと少し厳しい人が増えてきまして、第一弾と第三弾両方で枠ずれしているというパターンですね。まあ、もちろん、商業登記が、えー、これ結構できていてで、そしてですね、不動産陶えこれ枠があっているところはほぼ完璧。でそして、第二弾、第四弾の不随的な問いも完璧とかだったら、可能性はですね、なくはないんですけれども、まあ、第一弾、第三弾両方で枠ずれしていると、まあ、少し厳しくなる 人が増えてくるかなというところになりますそれでも、えー、基準点を突破する人はいるとは思うんですけれども数はですね少し少なくなってくるというのが見たりになります、まあ、ちなみに第2弾第3弾が付随的な問いになりますこれは不動産投機商業投機両方ともそうですねで第2弾第3弾がすべて白紙これは問題ありませんなぜかというと不動産投機も商業投機も、えー、これ付随的な問いってですね配点が低いんですね 何でかっていうと、少々試験というのは申請書を書かせるのがメインなんで、付随的な問いは配点が低くなります。なので、ここが空欄とかいうのは気にしないでください。 はい。ではですね、次、商業登記の記述なんですけれども、これはですね、まず、登記の自由と登記すべき事項。これはですね、第1弾も第3弾もかけていてほしいかなと。あ、もちろんですね、全部かけてる必要はなくて、例えばですね、取締役の退任を落としているとか、あとですね、まあ、募集株式の発行を丸ごと落とした。まあ、これもですね、まあ一応大丈夫かなと思います。これぐらいだったら大丈夫だと思います。 はい。ただ、登記の自由登記すべき事項のところでですね、例えば第3弾丸ごとかけてないとかだと結構厳しくなってくるかなというところになります。第1弾、第3弾、一応登記の自由登記すべき事項は一通りかけていてほしいということですね。で、次、えー、添付書面なんですけれども、添付書面両方空欄だとちょっと厳しくなっていきまして、少なくとも片方はほとんどかけていてほしいということです、まあ。多くの方が第1弾かけていて、で、第3弾が空欄とか第3弾が が半分ぐらいしかかけてないという方がいると思うんですけれども、まあ、第3欄の添付書面が空欄あるいは半分しかかけてないとかだったらですね、これはですね基準点届く可能性は全然あるかなというところです。まあ、もちろん不動産登記の出来によりますけれども、それぐらいだったら、えー、これ基準点を超える可能性は十分あるということになります。な、ま、ん、あ、でかというと今年かなり時間厳しかったんですね。基づ時間かかりましたよね。えなので結構ですね第3欄の添付書面半分かけてないとか、人によってはですね全く。ま わけでないとかそういう方もいます。えなので、それだけでですね、もう基準点届かないとか、そういうことはないかなというところになります。 はい。え、これがですね、今日の時点での、まあ今日というのはですね、収録している時点、この7月の第1週の時点での私の見解ということになります。まあ先ほどのですね、別会とかですね、まあ、法務省がですね、私の見解と違うところを発表したとか、あったらですね、非常に申し訳ないんですけれども、今ですね、申し上げられる私のですね、考えそれを述べさせていただいた、少しでもですね、皆さんの気が楽になれば、もしかしたら人によってはですね、気が楽にならなかったとか、むしろ職受けたという方がいたら申し訳ないんですけれども、少しでも気が楽になる あればということで、今現時点での情報で私のですね推測でお話しさせていただいたということになります。まあ、今後もですね情報が出てきましたら、まあツイッターまあ、これがおそらく一番早いと思いますけど、ツイッターとかでですねお話ししていきますので、まあ、定期的にですね良かったらツイッターとか、えー、これをウォッチしておいていただければと思います。はいでは改めまして本当に令和5年度司法試験、えー、受験お疲れ様でした。リアリスティック一発合格松本基礎講座。 合格実績ってすごいの合格者数は5年連続2桁カリキュラムはどうなってるの丁寧な導入から始まる充実したカリキュラム教室に通えなくても大丈夫受講スタイルは自由パソコンでもスマホでもテキストは何を使うの講師自身が執筆試験範囲をカバーしたテキスト法律学習が初めてでも大丈夫 リアリスティックテキストは初心者でも分かりやすい記述って難しそう合格に直結する松本式だけの記述対策困った時相談できるかな受講後のサポートも充実しています割引があると嬉しいな様々な受講生に向けた割引制度もたくさん詳細は松本基礎講座で検索